環境省で自然環境局長をしている奥田と言います。今日は実はここどこだかわかるかな、出張先の鹿児島県奄美大島からご挨拶をさせていただきます。まずは皆さん、本日は生物多様性を感じようオンライン自然観察会2021の第1回にご参加いただきまして本当にありがとうございます。また講師の養老孟司先生、阿部夏丸さんにおかれましてはお忙しい中を講師を引き受けいただいたことを厚く御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。このイベントは環境省の進めてきたつなげよう、支えよう、森里川海というプロジェクトの一環として行うものです。3年ほど前に森里川海大好きという子ども向けの本を作りました。何回か感想文のコンテストを開いて、その授賞式の機会などにイベントを開催してきました。しかし、去年からコロナウイルス感染症の影響もあり、皆さんで集まることが難しくなってしまいました。このため、今回、初の試みとして、オンラインの自然観察会を企画させていただいたものです。こうして、無事運ぶ、開催ができることを私も大変嬉しく思っております。実際、みんなが集まれない、直接自然と触れ合って一緒に体験できないというのは、とても残念な気持ちもしますけれども、逆にオンラインならではの良さ、特に、日本全国の、皆さんが一緒になるということはですね、なかなか難しいですけれども、オンラインであれば、全国各地がつながるということで、またそれで集まって感動を分かち合う、これも決して悪くないことだというふうに私は思っております。その意味でも、今日のイベントがどんなイベントになるのか、私自身は、ワクワク、ドキドキしています。楽しみにしています。そして今日は、北は北海道の知床、南は沖縄県の西表から、それぞれ環境省のレンジャーも、出演させていただきます。さて、ここで問題です。知床と西表、この共通点は何だか分かりますか？北北海道、寒いところと南は、ね、亜熱帯の西表。これ実はですね、どちらも国立公園になってるんですけれども、しかもですね、世界自然遺産になっているということです。世界自然遺産というのは、日本の中にありますけれども、世界の宝として世界に認められた地域、そしてその将来に受け継いでいかなきゃいけないという場所です。実は私の今いる奄美大島も、出張に来ているのも、今年の夏7月にですね、徳之島、沖縄島北部、そして今日中継のある西表島とともに、世界自然遺産に指定されて、実は昨日、その式典がですね、奄美大島で行われたからなんですね。今日はどんな自然をそれぞれの地域から紹介してもらえるのか、また皆さんと一緒にいろいろ分かち合えるのか楽しみですけれども、実は自然と触れ合うのには、決してそういったすごい自然、世界の宝という自然のような場所だけでなく、皆さんが住んでいるような身近な自然、人と自然が共生している、一緒に暮らしているような場所、そういうところもすごい大事ですし、そういったところで皆さんが自然と触れ合うということも、いろんな意味で大切だと私は思っています。そんなことも、今日皆さんと一緒に、お話ができたらありがたいなと思っております。皆さんもこれからの何が起こるか楽しみだと思いますけど、私と一緒に今日、半日、2時間半の短いイベントですけど、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。北海道の知床国立公園の知床羅臼ビジネスセンターの塚本さんとつながっています。塚本さん、聞こえますでしょうか？はい、聞こえてます。はい、こちら聞こえてますか？聞こえています。塚本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私、環境省の羅臼自然保護官事務所の自然保護官の塚本と言います。どうぞよろしくお願いします。今日はここ北海道知床の、国立公園、そして世界遺産知床がどんなところか動画を作ってきましたので、まずご覧ください。それでは VTR スタート。皆さん、早速ですけど、知床どこにあるかご存知でしょうか？こちらを見ていただきたいんですけど、北海道があります。で、その一番東側のこの海に突き出たところ、ここが知床半島といって、知床国立公園がある場所になります。
大地の突き出たところという意味のシレトクというのが、アイヌ語であるんですけど、それが語源にもなっていると言われています。ではこのシレトク半島少し近づいて見てみましょう。これが知床半島のジオラマになります。知床半島の真ん中には1600メートルほどある山々が背骨のように続いています。周りを海に囲まれていますが、その海から山までの間にいくつもの川や湖、それから自然のままに残された海岸線、それから森が広がっています。こうしたバラエティあふれる自然環境がたくさんの生き物たちに住みかを提供しています。知床にいるたくさんの生き物たちということで、ここから写真でご紹介します。皆さん、知床にはどんな生き物がいるイメージでしょうか？ヒグマでしょうか？エゾシカでしょうか？それともキタキツネでしょうか？もちろんこれらの生き物もいますが、他にもたくさんいます。エゾモモンガやエゾリスといった小さい生き物も含め36種類もの陸の動物がいます。それからイルカやクジラといった海の動物が22種類もいます。この中にはトドやマッコウクジラといった世界的にも珍しい種も含まれています。鳥類、鳥についてもたくさんいて、およそ270種類もの種が記録されています。このうち絶滅危惧種であるシマフクロウやオジロワシ、クマゲラといった生物も生息しています。同じく絶滅危惧種であるオオワシが冬を越すために1000羽以上も集まってくる場所になっていたりします。そしてケイマフリという海鳥にとっては、日本に数箇所しかない繁殖地にもなっています。このように知床には希少な種を含めた多くの生き物がいて、これが魅力の一つとなっています。これは10月下旬頃の川の中の様子です。もうすでに卵を産み終わって体がボロボロになっている魚がほとんどです。力尽きているサケもいて、これは北海道でホッチャレという呼び方をしています。この撮影をしているとき、ちょうど川を登ってくるサケを狙ってやってきたクマを撮影できました。クマは川に飛び込んでサケを捕まえています。どうやらこの子はその場で全部食べるのではなく、獲物を森へ持ち帰るつもりのようです。こうして森へ運ばれた食べかすの一部はそのまま土に帰って植物の栄養分になり、知床の森が豊かになっていきます。こうして川を登ってくるサケたちがつなぐ命は、知床の森で暮らすたくさんの生き物たちの支えとなっています。あ、こんにちは。環境省の西表事務所の竹中です、よろしくお願いします。西表島はさっきね、知床では、ジャンバー着てましたけど、西表は半袖です。だいたい気温は今日どれぐらいでしょう、22、3度ぐらいで、ちょっと曇ってます。はい、でも西表は暖かいですね。はい、じゃあ西表島からは、西表島はですね、マングローブの森というのがあります。マングローブの森というのは、なんだろうね、川の水と山から来た水と、海の海水がですね、混ざり合うですね、そういう川の河口付近で、ある植物のことをマングローブっていうんですけど、西表島はですね、そのマングローブの森っていうのがすごいいっぱいあります。日本で一番ある森です。でそこにいろんな生き物も住んでいるので、今日はこのマングローブの森を紹介したいなと思いますので、今からちょっと動画を、流しながら、ちょっと僕の方で説明をしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、さっきいた知床は、上の方、右上の方に知床、北海道の知床、
で、西表島っていうのはもう本当の一番下ですね。もう画面の、パソコンの画面のギリギリにある島が西表島です。本当に沖縄の南。だいたい距離でね、どれだったかな、3000キロぐらいだったと思うんですけど、全然こんなに距離が違うし、生きているものだとか、環境も違いますので、今から紹介をしたいと思います。よいしょ。はい。で、西表島はここです。元の、はい。マングローブ林ですね。これ満潮の時、これだいたい僕の事務所から歩いて5分、10分ぐらいのところ、ね、満潮、これね、潮が高い時ですね、はこんな風に見えます。マングローブ、ね、海の中に木が浮いているように見えますね。これが潮が高い時。で、今度はこれが潮がない時ですね。同じ場所ですよ。干潮の時はこんな風に広い、干潟ができます。ここにね、いろんな生き物が住んでいるんですけど、はい、じゃあ今度マングローブの森の中に入っていきましょう。八重山ヒルギって今出ましたけど、これタコの足のように生えているマングローブの植物で、いろいろなんかタケノコみたいなのがいっぱいあると思うんですけど、これはハマザクロっていうマングローブの植物ですね。マングローブっていうのは一つの種類じゃなくて、みんなの仲間を、言ってマングローブって言ってます。これがさっき言った八重山ヒルギですね。このタコの、ね、根のように。で、満潮の時にはこんな形で海の中に沈みます。この根っこがありますね。はい。この根っこで、地面を支えてるんですね。だから非常に変わった形をしてます。で、これは他にもあるオヒルギっていう、まあ、これも同じマングローブですね。これは満潮の時、じゃあ今度干潮になるとこんな風に全然違いますね。根っこが、膝のようになってますね。これで根っこでこう地面を支えたりしてます。で、これちょっとマングローブの森の中に入るんですけど、いろいろなんかちっちゃい貝がいるの分かりますか？はい、これね、いっぱいいます。キバウミニナって言って、これマングローブの、ね、葉っぱを食べてですね、葉っぱを食べて分解しています。アップにしたやつ。はい、その横にあるのは、これは何でしょうか？これはね、シレナシジミっていうシジミです。みんなが知ってるシジミと全然違うんだよ、これ。はい、これ僕の子供、昨日撮ったんですけど、こんなにでかいですね。シジミにしてはすごいでかい。で、昨日これも、ノコギリガザミっていうとね、カニもいました。すごいね、爪がすごいでっかい。こんな風にね、います。マングローブの中にいろんな生き物が住んでて、そしてマングローブの森を抜けて、外に、出ます。広いところに出ます。干潟に行きますね。ほら、すごい、こんな、干潟が広がってます。で、はい、ここには生き物がたくさんいますね。特にカニの仲間がたくさんいて、ちょっと今日はそのカニの仲間から、この南コメツキガニっていうね、このカニを、かわいいカニです、います。見てください、これ、ね、これ全部そうですよ。こんな風にね、干潟の中にいっぱいこういうカニがいて、まあ、追いかけたら逃げていくんですね、こうやって。でね、すごい、もううじゃうじゃいます。で、よく見てもらったカニって横歩きするイメージがあると思うんですけど、こいつは、前に歩くことができるんですね。こうやって集団でいますね。前に歩いています。はい。で、これ追いかけたりしたら、こうやって潜って回転をしながら泥に潜ります。だから水があるときはこういうふうに泥に入っていて、干潮になったら出てきます。で、これね、よく見るとなんかつぶつぶあるの分かりますか？これは全部、カニが食べて、栄養分、泥を食べて出したものですね。こういうふうに出したものがいっぱいあります。で、こういうカニを食べに、こういうサギがね、サギとかやってきて、いろんな鳥がやってくるというふうなところですね。はい。ってことで、いろんなこういう生き物はこういう鳥とかの餌にもなる。今回ね、取れた生き物の紹介をしながら、話そうと思うんだけど、みんなはどの魚に興味を持ったかな？多分これだと思います。はい、お願いします。これなんだかわかる？雷魚という魚です。かわいいでしょ。特定外来生物なんだけれども、やっぱり子供たちにはとっても人気があります。でもこの魚ね、ちょっと面白いのが、実は魚のくせに
溺れちゃいます。普通の魚はね、水の中で、水を吸って息をするんだけれども、この魚は水面に顔を出して空気を吸って息をします。だから、水面に蓋をすると溺れてしまいます。そういうちょっと変な魚でね、これは、今大きさはね、小さいんで、小学生ぐらい、まだ子供です。でも大きくなると魚をいっぱい食べるギャングって呼ばれるようになります。はい、次お願いします。これ大人ね、顔がね、もうニシキヘビみたいな顔してるでしょ。なかなか怖い大きな口を開く魚です。でもね、怖いだけじゃなくて、実は優しい一面もあって、赤ちゃんを守ります。子育てをする魚。はい、次お願いします。こんなね、水草の間に卵を産みます。なんでこんなところに産むかというと、雷魚の卵はね、草や石にくっつく卵ではなくて、ぷかぷかね、水に浮かぶ魚、卵だから、ほっとくとね、流れに乗ってバラバラになっちゃいます。だから浮かんだ卵がバラバラにならないように、こういう浮き草とかゴミのね、隙間に卵を固めて産みます。生まれた赤ちゃんがこんな感じ。はい、なんかオタマジャクシみたいでしょ。でもこれが雷魚の赤ちゃん。このね、小さい魚を取って雷魚ってわかる人はね、なかなかいないと思うんだけれども、池の中を泳いでいるのを見るとすぐわかる。はい、ほら、これが雷魚の赤ちゃん。海ではね、ゴンズイとかがまとまってゴンズイ玉とか作るんだけどね、これは雷魚玉。こうやって泳いでる魚がいたら、あ、雷魚だって思ってください。僕子供の頃にね、この雷魚玉を見たことがあって、網を持ってこうやって近づいてたのね。で、取ろうと思ったら、池の底から俺のことをギロって睨むやつがいた。それがね、実は雷魚のお父さんとお母さん。この、浮かんだ子供のね、赤ちゃんの下に2匹いつも寄り添ってね、稚魚を守っています。はい、次お願いしますね。こんな雷魚、綺麗な顔してるよね。でも口がでかいでね、今日はね、魚の口をちょっと見てみたいと思います。はい、これ雷魚の口です。すごい歯でしょ。牙が生えてるのわかる？日本の淡水魚にはね、牙の生えてる魚はいないんだけれども、雷魚にはこんな牙が生えてます。はい、次お願いします。これさっき出てきたナマズ。ナマズの歯見てください。牙ありません。その代わり、針のようなね、細い歯がいっぱい生えてます。このね、雷魚の牙とかこのナマズの歯っていうのは、ピラニアのようにね、魚を食いちぎる歯ではなくて、食べようと思ってパクッと一度くわえた魚は怪我しているのでね、もう絶対逃がさずに、食べてしまおうっていうための、歯なんでしょうね。はい、次お願いします。こんな口の魚もいます。わかるかな、なんだか。これはね、鯉です。大きな口なんだけどね、これ触ると面白い。柔らかいです。耳たぶみたいにね、柔らかい。で、この口で川底の、器用にね、泥を掘って水草の根っこを食べたり、タニシやザリガニも食べちゃいます。柔らかい口でね、タニシやザリガニを食べるっていうのは、なんか食べれるのって思うんだけれども、鯉には喉の奥の方にね、咽頭歯というペンチのような歯があって、それでタニシやザリガニをバキバキ噛み砕きます。はい、次お願いします。よく見てください。鯉って目玉が意外と上の方についてるよね。で、口は下の方についている。はい、次お願いします。これね、川底にいるカマツカという魚です。鯉と同じように目は上の方についていますけど、もう飛び出しちゃってるね、目玉。カエルみたい。
で、口は、はい、次お願いします。ミヨーンって伸びる。この伸びた口で、実は砂を吸い取って食べます。砂を食べるわけじゃなくて、吸い取った砂の中から栄養になるものだけ胃袋に入れて、後の砂はエラから吐き出すの、ポロポロ。掃除機みたいな魚です。はい、次お願いします。これみんなのよく知ってるメダカ。メダカは目が高いって書くんだけど、目高い位置ではなくて意外と真ん中だよね。で、口は前の方に小さな口がちょっと上を向いています。正面から見てみよう。はい。これメダカの口。すごい上の方でしょ？目より上の方についてます。だからこれ本当はメダカじゃなくて口ダカだよな。で、この口で、メダカは水面に浮かんだ餌をこう、上の方の餌を吸い取るようにして食べます。だから口が上の方についている。はい、次お願いします。これはモツゴという魚です。口細って聞いたことあるかな？口細って呼ばれるんだけど、やっぱり口が細く尖ってます。で、その先端の口が、はい、次お願いします。正面から見ると、やはり上向いてる。メダカと同じように、水面の餌を食べることができます。でもね、僕は魚釣りしてるとよくわかるんだけど、この口細って川底の餌をよく食べるんだよ。魚釣りするときも川底で釣れる。口が上向いてるのに川底の餌を食べるって食べにくいんじゃねえのって思うんだけど、よーく観察すると、こう、モツゴはね、川底の餌を食べるときに、こうやって逆立ちして、つつくようにして餌を食べます。だから、実は口がわざわざ上向いてんだけど、どこについてても逆立ちすれば一緒だってことだな。はい、次お願いします。じゃあ最後にね、この及川という魚。これは普通の魚でみんながね、魚の絵を描くと大体描く絵と同じ形。口は、真ん中辺についてます。でも面白いのは、この及川の仲間で、ハスっていう魚が琵琶湖に住んでいます。はい、次お願いします。これがハスという魚。及川の仲間だから、体とね、ヒレの形は及川そっくりです。ただこの魚ね、でっかくなります。40センチ、ね、50センチ、大きくなる。で、及川と違うのは、及川が虫を食べるのに対して、こいつはね、魚を捕まえて食べる。だから、口見てください。口が大きくて、への字に曲がってる。多分ね、この魚は、ダマズや雷魚のように歯が欲しかったんだと思うんだ。でもね、及川の仲間だから歯がない。だから捕まえた魚を逃がさないように口をへの字に曲げてしまったんだな。じゃあ正面から見てみよう。はい。すごいでしょ？口がへの字どころか正面から見ると M なのか W なのかね。こんな風に曲がってる。でもこれは捕まえた魚を逃がさないために形を変えてきたということです。はい。理由があるから形がある。生き物の形っていうのはね、必ず理由があってそういう形になってきたんだと思います。みんなもね、これから生き物観察をするときは、まずその形を見て、どうしてこんな形になったんだろうなって想像してみるのも面白いかと思います。はい、みんな元気ですね。はい、これからね、全国の皆さんが見つけてきたものね、をみんなで見せっこしてね、紹介する時間になりますね。皆さん、なんか準備してきましたか？大丈夫ですか？はい、はい、私が発表するのはガマガエルです。カエル捕まえられなかったんで、絵でいきます。おお、はい、上手だね。ありがとうございます。で、私が一番最初にガマガエルを見たのは、保育園に通っていた3歳頃で、父が庭で見つけて私の手に乗せてくれたのが初めてでした。
で、私はガマガエルを初めて見たときに、母がガマちゃんだねと言って、私もガマちゃんと言って覚え、それからガマガエルが大好きになりました。で、私はガマガエルと言っていますが、正式な名前はニホンヒキガエルと言います。ニホンヒキガエルのすごいところは、200メートル以上歩いて移動することと、水の中、皮膚で呼吸ができることです。初めて聞いたとき、こんな小さな生き物がこんなに長い距離を移動できることにとてもびっくりしました。この自分でちゃんと見て触ってきてるこの絵は違うね。すごいすごい。ヒキガエルの赤ちゃんって見たことある？あります。どのぐらいの大きさだった？これくらい。めっちゃくちゃ小さくなかった？小さかった。ね。ヒキガエルは小さい赤ちゃんなんだけど、オタマジャクシから、カエルになるとのしのし歩いて森に入ってあんなでっかくなっちゃうんだよ。ちょっと想像してごらんよ。あんなにでっかくなるのにどんだけ虫食べたかな、どんだけ餌食べたかなって想像すると豊かな森っていうのが見えてくるよな。みな、うん、さんこんにちは。僕は石川太陽です。黒い影は何でしょう？そう、僕の夏休みにカマキリの脱皮をするところ、餌を食べることを観察しました。うん、カマキリとは大釜を振るいます。虫の貝の肉食王者であります。捕まえたカマキリは1匹目と2匹目と3匹目はすぐ死んでしまったので写真がありません。脱皮1匹目。1匹目のカマキリは2回脱皮しました。2匹目のカマキリは1回脱皮し、2回目の脱皮を失敗しました。ではこれからカマキリがバッタを食べるところを再現します。僕もカマキリ見てたことあるんですけど、ミツバチを捕まえるとこが一番面白かったですね。ミツバチ、パッと鎌で押さえると鎌の外に頭がいって、うん、反対側の鎌の外に針が行くんですよ。だから噛まれもしないし刺されもしない。それでスーッと近づけるとちょうどお腹が口の前に来る。そこをかじるんですね。そうするとちょうどその位置に蜜の袋がある。それでそこを食べたらポイッと捨てるんです。だから近くにミツバチの死骸が2つ3つ転がってて、どれもお腹を食べられてました。まあ特別甘党のカマキリだったかもしれないけど外へ出たら何を食べてるのか見てみてください。バッタに限らない、東京だとあまり虫がいないので仕方がないから西洋ミツバチを食べてること多い、うんうん、はい。じゃあ太陽さん、これからもちょっとカマキリの観察とね、あとカマキリのパフォーマンスはもっと磨いていただいて頑張っていただければと、うん、早速なんか持ってきましたよ、どうぞ。これは家の近くで取れたもらった鹿の角です。重さは 2.6 キロくらいあります。うん。大きいね。大きいね。では、これは何でしょう？これはカヤネズミの巣です。中に入り口が、ここに入り口があって、ここの中にカヤネズミが住んでいるらしいです。すごいね。お家では
蚕を育てています。繭を取って、糸も取ってみました。お、すごい。うん。うわぁ。スズメのことも、どこで見て？身近な鳥でスズメの新聞、スズメを調べて新聞を作りました。へぇ、スズメ新聞。すごいすごい。それで終わります。いや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 、びっくりした。どう？すごいなぁ。あつきくんはすごいいろんなものを紹介してくれました。はい、どなたか先生、コメントある方は手を挙げてください。はい、さっきカヤネズミの巣があったよね。うん、あのね、うん、長野ではそうやってちゃんとした巣を作っているかもしれないんだけど、うちの近所じゃね、いろんなものを使ってる。あのテニスボールってあるでしょ、うん、あれに穴開けて、カヤネズミのいるやぶんところにあの置いとくと、うん、すぐカヤネズミ来てそれを巣にします。へ、うん、生き物ってね、自分で巣を上手に作るやつもいるけど、なんかね、落ちてるものを上手に使うやつもいるんだ。という紹介でした。はい、あつき君、はいはい、ありがとうございました。うん、蚕を育ててるのは、お家で育ててるということですけど、はい、桑の葉を誰が、あつきくんも餌をあげたりしてるんですか？あ、はい、お家の裏に桑の葉っぱがありまして、桑の木があるんです。すごい蚕たくさんいると思うんですけど、餌あげてます。かわいい。はい、かわいいです。ちょっといっぱいいるとちょっと気持ち悪いかな。可愛がってあげてください。はい、私はこれまでトレイルカメラを使って野生動物の観察をしました。おお。1年間に観察をして、鹿、イノシシ、キノアグマ、アナグマ、ケムリ、すごいなどをことができました。他にも実際に動物を見たくなったので、裏山の道で車の中からライトを照らして動物を探すライトセンサスをしました。ライトセンサスでは鹿、キツネ、タヌキ、テンを見ることができました。これで発表を終わります。ですか。ありがとうございました。なんか専門用語、なんセンサスなんて言葉まで出てきちゃいましたね。すごいなあ、楓さんはね。はい、じゃあ、先生方、なんか、環境省の方もコメントがある方はちょっと手を挙げて僕に教えてください。知床国立公園の塚本さんも今手を挙げてらっしゃいますかね。あ、はい、挙げました。はいはい、どうぞ。はい、知床、はい、でも同じようにカメラ仕掛けてどんなのがいるだろうってやりました。うん、今ね、後ろに川があるよね。ここね、うん、実は、よいしょ、このビジターセンターの近くの川なんだけど、そこで仕掛けたらね、ヒグマいた。しかも、4時とか、僕ら仕事してたり、学校行ってるような時間に普通にヒグマいた。夕方の4時に。そう、そう。すごいね。それね、知らなかったよってみんななったからね、そういうね、こんなところにこういうのがいるんだって分かるの楽しいよ。あとはね、時間がね、何時頃に出てるかなとかも見てみると、案外ね、あいつら寝ぼすけだなとかね、分かったりするから調べてみると楽しいよって。